ぐらいにこの動画で過密改善しましたっていう風に言ったと思うんですけど、それから半年ぐらいが経って前髪はもう過密改善したところ全部もう伸びちゃって切っちゃったし、後ろもだいぶボワ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 ってひどかったので、また過密改善をしてきました。で、前回あんまりストレートになったっていうイメージがなかったので、ちょっと強めのやつを安いところを探してやってもらったんですけど、超ツヤツヤになりました。でもまだ一回も洗ってないので、洗ってからどうなるかとかは分かんないので、それは様子を見てっていう感じです。で、髪の毛をだいぶ切りました。このぐらいまであったと思うんですけど、10センチぐらい切りました。あ、で、前はだいぶ重くて下ろすと貞子みたいな感じだったんですけど、それをだいぶすいてもらってすっきりしました。軽い、もうこれ絶対シャンプー楽っていう感じです。で、結構うねってた前髪もだいぶまっすぐになりました。で、それが一つで、で、タイトルのメガっていうのがあったと思うんですけど、なんとメガネを買いました。まあ、あんま喜ぶべきことではないんですが、私がクラスの一番後ろの席になっちゃって、あの9時で一番後ろの席になっちゃったんですけど、もう黒板が全く見えなくて、もうただの先生の話を聞いてるだけの授業になってるので、もうこれはやばいなと思って眼科に行って神社に行ってメガネを買ってきました。すごいいろんな人のメガネをあのつけるじゃないですか、学校で。なんかちょっとつけてみてって言われてつけたりして、あの全然みんなのが似合わなかったので大丈夫かなって思ってたんですけど、マシなのを見つけたので買ってきました。それがこの袋の中に入っています。お店はジンズです。ジンズで、この赤い箱の中に入っています。クイズ、何色でしょうか。てっ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 てちーん、正解はじゃん、青です。なんかだいぶ 紺色みたいな青なんですけど、なんかピンクがやっぱ似合わなくて青を選びました。こんな感じです。すっごいね、世界が広がる。おお、すごい、余計に可愛くなる。で、自分でメガネを選んで出来上がるまで30分でした。で、普通に、お、やばい、何も見えない。で、外した、もうこれでもうカメラの自分の顔見えないんだもん。で、この外した状態で普通に生活できることは生活できるので、で、眼科でまだ授業中だけにしなさい、コンタクトは早いって言われたので授業中だけこれをつけたいと思います。メガネまだつけ始めたばっかりっていうか、まだ授業中につけたことないので目がすっごい疲れるんですけど、すっごい見やすくてびっくり。だってこのキュアベアの色がめっちゃ鮮やか、それが言いたかったんです。なんで青が似合う、男顔なのかな。うん。ね、ふわっとした丸いさ、女の子らしい顔の子はピンクとか赤とか似合うのかな。どうなんだろうね。なんか言ってるね。りょうくん来て、りょうくんにもつけてもらいたいと、うわ、思います。りょうくん青似合うかな。お、お、あ、なんか頭良さそう。うわ、やば、頭良さそう。拡大されてる。どういう、なんか変な感じ。そうだよね、ぼやぼやするでしょ。やめた方がいいよ、それ、うん、最初サンプルが超いっぱい置いてあって、その中からいっぱいつけて選んだんですけど、店員さんにおすすめを聞いたら、この辺のキッズコーナーの L ぐらいがいいですよって言われたんで、それをいっぱいつけてたんですけど、自分の大きさに合ったのとか、あの色とかがすっごいいっぱいある中から選べるので、すごいいいです。で、半年間はもし視力が悪くなっちゃったとしても2回まで無料でレンズ交換してくれるので、すごいいいと思います。はい、目が疲れた、気持ち悪い。ということで今回はメガネデビューと髪の毛切ってきたよっていう報告でした。バイバーイ。自分の顔が見えない。あ、やっと見えた。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。